対談シリーズということで、はい、第1弾は蒲田マーレ讃岐の池谷勇気選手に来てもらってます。お願いします。お願いします。お願いします。こうやってなんかちょっと硬くなるっていうか、そうっすね、あんまないから、うん、そうだね、フランクだもんね、いつも。フランクに、まあフランクに行きましょう。はい、お願いします。で、まあこれは、まあこの前勇気のちょっと言ったけど、まあ自分がいろんな人から、まあ、いろんなことを学ぶというあの企画になっておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ簡単に、まあ勇気のことを知らない人はいないと思うけど、まあ、経歴そうよ多分これ見てる人は多分全員知ってると思うけど。そうだね、知ってるね。うん、勇気の経歴を軽くどうぞ。俺が言うのそれ。いや俺だなこれ小学校はどこから言ったらいいんだろう。いや経歴はもういいんじゃない、実際。いいよね、うん、いいかな。まあ一応マリーゴールド、マリーゴールドからスタートでいい。そう、そう、マリーゴールドスタート。熊本の、マリーゴールドっていうチームからロアッサのジュニアユース行って、でロアッサのユース、そして中央大学に進んで2018年にロアッサ熊本に、まあ、プロとして帰ってきたと。で同期入団です。同期入団で去年からあれだね、讃岐の方に移籍して、はい、やってるということで、まあ今あれだね、コロナの時期で、はい、まあ、練習ないじゃん、試合も、はい、何してんの、はい、何してるの。自分と向き合ってます。フットボールしてますフットボールしてる。フットボールしてます。読んだな今日それ。なんかでさっきブログ上げたんですけど僕どういうこと、はい、フットボールしてるって。いやなんかまあ変な話、今いろんな人がピッチ外の取り組みっていうか、うん、いろんなことを始めてるのを結構目にすることがあって、うん、でなんかそういう人たちの見てると、なんかなんていうんですかね、ピッチ内で活躍できないから、活躍できない、やることがないからピッチ外に何かを求めに行くみたいなところをすごく、うん、そういう風なイメージを僕は結構勝手に受け取っちゃって、でじゃあ自分に何ができるんだろうみたいな、あ、まあ SNS の発信とかすごく大事だなって思いつつ、もっと自分のやってるフットボールに対しての追求できてないんじゃないかっていうふうに考えて、うん、でピッチ内のことができなくなった時にピッチ外って本読むとか僕はしてるんですけど、誰かといろいろ話したりっていうのもしてるんですけど、うん、結局これはサッカーにつながるじゃないかっていう話になって、うん、僕の中で、うん、ピッチ内で起こる現象とか課題とかを解決するのって、うん、意外とピッチ外のことであることって多いと思ってて、うん、僕は今までそうやって経験してきたし、それがなんだろうな、自分の糧となって、自分の手札となって、そこのピッチ内の課題を解決するのに役立ってきたので、うん、って考えたら僕が今やってることもそうだし、考えてたことって全くもって別じゃないんだなっていうか、お互いが相乗効果で高め合っていて、うん、ね、そこを別にしてピッチ内のこととピッチ外のことで、じゃあピッチ内ができないからピッチ外を頑張ろうっていうのはすごく違和感があって、うん、いやいやみたいな、結局すべてフットボールにつながるじゃん。僕はすごいフットボールがすごいど真ん中にあるから、うん、それがない人は多分、まあ、そうなってくるのかもしれないと思うんですけど、僕は自分の中でど真ん中にあるから関係なくないみたいな、すべ、うん、てがフットボールだし、うん、そこにつながるしみたいなって考えたら、本読むのもフットボールだし、こうやって高台とこうやって話して自分の考えとか深掘りしていくのもフットボールじゃん、うん、そこに違いはなくないっていうか。なるほどね。だから今自分の中で24時間フットボールしてるっていうパワーワードができてなるほどね、そういうことね。そう、結局全部つながるじゃんっていうか、うん、だからなんか今の僕の位置づけ的に、自分の中のフットボールを追求するための外での学びと思ってるから。なるほど、うん、そうそうそう、そこがなんかまず大、プロサッカー選手ってやっぱ方なんていうな、職業である以上もっともっと追求できるものっていうのがあるなって僕は思うから、うん、そのピッチ外のところをピッチ内とピッチ外を分けてピッチ外を取りに行くっていうのはただ単なる逃げなのかなっていうふうに僕は思って。なるほど。そう、
だから別に違うものではないし一緒だし、うん、っていうふうに考えてるかな。だから今すごく変な話、まあ、質問に対する答えだと24時間フットボールしてます。なるほどね。はい。誰か大きな人、大きな、なんていうの、世間一般に何かを届けるというよりは、もう身の回りとか、自分が接する数少ない人たちにやっぱり何か届けれることってあるよね。本当に人としての部分っていうのを考えさせられて、まあ、意識してやってるかなって感じかな、自分の中で。じゃあ、口で言うのって結構簡単だけどさ、練習するとか練習してとか、なんだろうな、大事、こういうの、なんだろう、YouTube 見て、じゃあ僕も明日から練習しますとか、毎日頑張りますみたいな、毎日出してみますとか、すごく言うのって簡単だなと思ったときにめちゃくちゃ思って、ただ行動に移せるかどうかって本当に強い意志があるかどうかだと思ってるし、